シリアの悲劇から我々が行動すべきことは、まあ、テロを具体的に防ぐ方法をやらなきゃいけないわけですね。そのためにはまず第一に、アメリカの本当の気持ちを理解しないかと,ということになるわけですね。で、まあ、よくあのテロを憎むとか、テロは許せないとこ言われているわけですが、あまりにも、まあこれ当然ですよね。 それはテロをする方でも別に好きでテロをしてるわけじゃないんですね。しかもこんなことをですね、もう20年は言ってるんですよ。あの、もっと言ってる感じなんですが、まあ、20年は言ってるんですね。だから、まあ私は、そんなことを繰り返し20年も言ってるということは権力者が言ってますからね。えー、私は、あの、もうテロをなくす気持ちはないと思っています。 っていうのは人っていうのは本当に目前のことを解決しようとするとですね必死にその方法を考えるんですね食べてはいけないともうこれこの収入が少なくて食べていけないっていうようになりますと、まあ、社会にもちろん問題があってもですねとにかく勤め口を探すんですよで子どもの成績を上げようとしますと、まあ、どうしたら上がるだろうかっていうんでまあ勉強させたりするわけですね、えー、つまり単にテロを憎むといってもですね、まあ、20年間も 言っていいるだけというのはですね本当はテロはなくしたくないけれども表面的にはできるだけ強くそれを言っといて裏ではテロが発生するように行動するというふうになっていると私は思いますつまりアメリカはですね巨大な軍事産業と闇の資金というのを抱えておりますからよく言われるようにですね常に戦争をしなければ国家が成り立たないという状態にありますまあ世界中に軍隊を展開しているわけですが えーまあ、戦争が終わって日本の場合70年も経ちますがまだ日本や韓国にも多くの軍隊を駐留させているというのが状態ですね。まあ、第二次世界大戦がほとんど地球上には戦争がなくなったんですが、まあ、ベトナム戦争キューバ危機アフリカ紛争アフガニスタン戦争そして中東イラク戦争をはじめ中東と限りなく戦争を続けているのはほぼアメリカだけであります。 もちろんアメリカにとって若者をですね、遠い異国に駐留させ、あるいは戦争になればその若者が命を失うわけですから、そのデメリットは大きいんですね。大きいけどもそれを超えたメリットがあるんですよ。だから戦争を仕掛けるわけですね。まあ、その典型的なものはイラク戦争でした。これイラク戦争をなんでアメリカがやったのかということを解説する人が少ないんですけどね。それはおかしいんですよ。絶対おかしいわけですね。 9.11のニューヨークのテロ事件、これをきっかけにして始まったわけですが、このテロ事件の犯人はアルカイダでありまして、ビンラディンでしたね、まあというふうに言われております。それではアフ,リガンアフガニスタンを攻めるまでは、まあ問題はありますけど、一応の筋は通っております。ただ、アメリカは戦争しなきゃいけないので、アフガニスタン一応収まったら次の目標は何かということですね。 ブッシュ大統領はアメリカ国内事情と関係がありますから、支持率が。どうしても戦争しなきゃならないんですよ。で、私たちは日本人ですから、日本に住んでてですね、平和の中で人生を送っておりまして、幸い日本は戦争の後ですね、ほとんど軍事というものに頼らない国を作ってまいりましたので、わざわざ戦争したくないと、そういうはずなんだと。 人類は誰も戦争したくないはずなんだと思いがちなんですね。ところが実は違うんですよ、残念ながら。もうその日本人の先入観っうのはですね、恐ろしいもので、世界の誰も平和を望んでると思ってるんですよ。いや、そんなことが本当だったらですね、アメリカは自らの意志で戦争をやめることができるわけですから。だからやめればいいんですね。まあ、アメリカは常に、 どうしたら戦争のきっかけを作ることができるかっていうんで全力を尽くしてきたわけですね。インディアンとの戦いではインディアンを殺すわけですから、今まで住んでたインディアンを殺すわけですから、不当ですよね。だからそれにアラムの砦っていう錯覚を作り、スペインとの戦争ではメリーゴだったかな、撃沈の話を作り、日本は真珠湾攻撃をさせ、ベトナム戦争ではトンキン湾事件を捏造するという、今ではテロを増やすための行動をやってますね。 それが直接的には、2014年のアメリカの、去年の夏にアメリカがイスラム国を空爆しました、それで兵士6000人、民間人2000人を殺害したわけですが、これはまあイスラム国の隣にアメリカがあるなら、まだ自衛のためって言えるんですけども、国連も無視して自分だけで空爆したわけですから、これはもちろんテロを増やしたいからに決まってますよね、それ以外に理由が私は探せられないですよ。 あの、例えばあの、イラク、フセイン大統領のイラクに攻め入った時も、日本人の多くは、フセイン大統領の肉肉しげな、ええー、絵を何回も見てますから、なんか、えー、フセインという人は悪い人だと思ってましたけど、ちゃんとイラクという国の大統領なんだね。で、まあ難しい宗教的な争いを収めて、なんとかイラクが、フセイン大統領の下でやってたわけですよ。それをですね、全くの嘘をついたわけですね。 イラクに大量破壊兵器があるいや、アメリカが一時そういう錯覚をして攻めたっていうならわかりますよ。国連は反対決議をしてるんですね。だけども、強引にイラクを爆撃して占領しました。それで、フセイン大統領公式圏にしますね。その時にアメリカの統合司令部の司令長官がですね、アメリカは最初からイラクが大量兵器を持ってないということを知っていたということを暴露しますね。つまり、最初から嘘なんですよ。 最初から嘘で戦争したんですよ。それがイラク戦争ですね。なぜ戦争したか私はね、テロが必要なんだと思うんですよ。アメリカにはテロが欲しいんですね。もう今、あの、世界では国と国の戦争がほとんどなくなりましたから、テロぐらいやってくれないと、他の国を攻める理由がないんですよ、アメリカにはですね。まあ、こんなこと言いますとね、そんなの冗談じゃないよっていうふうに日本の人は言いますよーく、 現状を見てしいんですねアメリカがなぜこれだけ戦争をし続けているのか、しかも、受動的な戦争じゃないんですよ、ベトナム戦争もそうですよね、自分でトン・キン湾事件というのを作って、そしてベトナムがアメリカ艦船を攻撃したからといって、アメリカが北爆を始めるわけですが、別に自分が戦争したくなければ、そんなことする必要ないじゃないですか、まあ、日本もそうなんですけどね、まあ、ベトナム戦争なんてはっきりしてますよ。 だけどまだ別の戦争はまだ共産主義を防ぐつのがあったらしいんですね。イラク戦争なんか何にもないですよ。別にフセイン大統領はアメリカを攻めるつもりなんかないですし、テロもやってなかったわけです。むしろ、テロを抑えてたわけですよね。あの、あの、フセイン大統領っていうのは。テロを抑えてたフセイン大統領をですね、悪い奴だと。危険な国だと。危険な国って一番危険な国はアメリカじゃないですか。そういうふうに言って、 そして、嘘を構えてあの戦争をする。日本人がなぜこれに賛成したんですかねやっぱりこれは今の地球温暖化とかそういうのと同じように、えーまあ、NHK っていうんですかね、要するに日本全員が同じことをするという、そういうことで、えー、イラクは悪い人だ、不正義は悪い人だという、そういうアメリカのプロパガンダって言うんですけどね、こういうの。それに乗っちゃったということですね。 まあかつてルーズベルトが、これちょっとそのどっかで最後の一撃かなんかで、えー、整理しようと思ってるんですけど、ルーズベルトが第二次世界大戦の前、真珠湾攻撃の前にですねチャーチルと話すわけですよ、チャーチルが早くドイツが大変だから参戦してくださいよ、戦争してくださいよとルーズベルトの頼むとです、ね、いや戦争するには理由がいるんだ、日本が攻めてこなければ、なかなか戦争にはアメリカは踏み切れないんだ。 だけども、ちょっとしばらく待っててくださいねと。今から少しの間、子供のような日本人を少しからかってきますからと言ったんですね。それは何を言ってるか。日本人を挑発して、日本人に戦争を仕掛けさせる。仕掛けてきたら、そこでアメリカは戦争に参加できるんだということを言ってるわけですね。もう子供のような日本人、まあ、いいっちはいいんですけども、やはりそれから出してですね、事実をそのまま見る。 今度のシリアの悲劇はですね、戦争をしたいアメリカ。もっと、もっと突っ込んで言えば、テロをしたいアメリカ。テロが発生した方が都合のいいアメリカ,メリカが、フセイン大統領の下でやってたわけですよ。それをですね、全くの嘘をついたわけですね。イラクに大量破壊兵器がある。いや、アメリカが一時そういう錯覚をして攻めたっていうんならわかりますよ。国連は反対決議をしてるんですね。 だけども、強引にイラクを爆撃して占領しました。それで、フセ大統領公式にしますね。その時にアメリカの統合司令部の司令長官がですね、アメリカは最初からイラクが大量兵器を持ってないということを知っていたということを暴露しますね。つまり、最初から嘘なんですよ。最初から嘘で戦争したんですよ。それがイラク戦争ですね。なぜ戦争したか。私はね、テロが必要なんだと思うんですよ。アメリカにはテロが 欲しいんです、ね、もう今あの、世界では国と国の戦争がほとんどなくなりましたから、テロぐらいやってくれないと、他の国を責める理由がないんですよ、アメリカにはですね。まあ、こんなこと言いますとね、そんなの冗談じゃないよっていうふうに日本の人は言いますが、よく現状を見てほしいんですね。アメリカがなぜこれだけ戦争をし続けてるのか、しかも、受動的な戦争じゃないんですよ、ベトナム戦争もそうですよね。 自分でトン・キン湾事件というのを作って、そしてベトナムがアメリカ艦船を攻撃したからといって、アメリカが北爆を始めるわけですが、別に自分が戦争したくなければ、そんなことする必要ないじゃないですか、まあ、日本もそうなんですけどね、まあ、ベトナム戦争なんてはっきりしてますよ、だけどまだ別の戦争は、まだ共産主義を防ぐつものあったらしいんですね、イラク戦争なんか何にもないですよ。 別にフセイン大統領はアメリカを攻めるつもりなんかないですし、テロもやってなかったわけです。むしろテロを抑えてたわけですよね。あの、あの、フセイン大統領っていうのは。テロを抑えてたフセイン大統領をですね、悪い奴だと。危険な国だと。危険な国って一番危険な国はアメリカじゃないですか。そういうふうに言って、そして嘘を構えて、あの、戦争をする。 日本人がなぜこれに賛成したんですかねやっぱりこれは今の地球温暖化とかそういうのと同じように、えー、NHK っていうのですかね、要するに日本全員が同じことをするという、そういうことで、えー、イラクは悪い人だ、不正イは悪い人だという、そういうアメリカのプロパガンダって言うんですけどね、こういうの。それに乗っちゃったということですね。まあ、かつてルーズベルとか、これちょっとその、どっかで最後の一撃かなんかで、 え整理しようと思ってるんですけどもルーズベルトが第二次世界大戦の前、真珠湾攻撃の前にですねチャーチルと話すわけですよ。チャーチルが早くドイツが大変だから参戦してくださいよ、戦争してくださいよとルーズベルトの頼むとです、ね、いやー、戦争するには理由がいるんだ。日本が攻めてこなければ、なかなか戦争で中東、イラク戦争をはじめ中東と限りなく戦争を続けているのはほぼアメリカだけであります。 もちろんアメリカにとって若者をですね、遠い国に駐留させ、あるいは戦争になればその若者が命を失うわけですから、そのデメリットは大きいんですね。大きいけどもそれを超えたメリットがあるんですよ。だから戦争を仕掛けるわけですね。まあ、その典型的なものはイラク戦争でした。これイラク戦争をなんでアメリカがやったのかということを解説する人が少ないんですけどね。それはおかしいんですよ。絶対おかしいわけですね。 9.11のニューヨークのテロ事件、これをきっかけにして始まったわけですが、このテロ事件の犯人はアルカイダでありまして、ビンラディンでしたね、というふうに言われておりますそれではアフ,リガンアフガニスタンを攻めるまでは、まあ問題はありますけど、一応の筋は通っております。ただ、アメリカは戦争しなきゃいけないので、アフガニスタン一応収まったら次の目標は何かということですね。 ブッシュ大統領はアメリカ国内事情と関係がありますから、支持率が。どうしても戦争しなきゃならないんですよ。で、私たちは日本人ですから、日本に住んでてですね、平和の中で人生を送っておりまして、幸い日本は戦争の後ですね、ほとんど軍事というものに頼らない国を作ってまいりましたので、わざわざ戦争したくないと、そういうはずなんだと。 人類は誰も戦争したくないはずなんだと思いがちなんですね。ところが実は違うんですよ、残念ながら。もうその日本人の先入観っうのはですね、恐ろしいもので、世界の誰も平和を望んでると思ってるんですよ。いや、そんなことが本当だったらですね、アメリカは自らの意志で戦争をやめることができるわけですから。だからやめればいいんですね。まあ、アメリカは常に、 どうしたら戦争のきっかけを作ることができるかっていうんで全力を尽くしてきたわけですね。インディアンとの戦いではインディアンを殺すわけですから、今まで住んでたインディアンを殺すわけですから、不当ですよね。だからそれにアラモの砦っていう錯覚を作り、スペインとの戦争ではメリーゴだったかな、撃沈の話を作り、日本は真珠湾攻撃をさせ、ベトナム戦争ではトンキン湾事件を捏造するという、今ではテロを増やすための行動をやってますね。 それが直接的には、2014年のアメリカの、去年の夏にアメリカがイスラム国を空爆しました、それで兵士6000人、民間人2000人を殺害したわけですが、これはまあイスラム国の隣にアメリカがあるなら、まだ自衛のためって言えるんですけども、国連も無視して自分だけで空爆したわけですから、これはもちろんテロを増やしたいからに決まってますよね、それ以外に理由が私は探せられないですよ。 あの、例えばあの、イラク、フセイン大統領のイラクに攻め入った時も、日本人の多くは、フセイン大統領の肉肉しげな、ええ、絵を何回も見てますから、なんか、フセイン、